いいですね。こうしているとゾクゾクしてきますよ。俺はいい加減嫌になってるぜ。てめえともそろそろ手を切りてえもんだ。おや、釣れないことで。ああ、今度こそ終わりにしてやるぜ。二度とその面拝まなくても済むようにな。あなたにそれができますか。ブラッディーハリケーン。実に楽しいですよ、この緊張感。ああ、そうかよ。相変わらず趣味の悪い子ったな。そうは言っても、あなたも楽しんでいらっしゃるのでは？何？気づいているはずですよ。あなたも私と同じ側の人間だとね。戦うことで高揚し、生きている実感を得る。視力を尽くし、相手を倒したとき、それは最高に甘美な瞬間となる。あなたはそれを知っているでしょう。私には聞こえますよ、あなたのその血のざわめきがね。さあ、あなたの本当の力を解放しなさい、本能のままに。確かにお前の言う通りかもしれねえな。俺には抑えきれない衝動がある。てめえをぶっ倒してやって衝動がな。だがよ、俺はもう昔の俺じゃねえ。どんな力を持っていようと、戦いに勝とうと、それで得られるもんは何にもねえってことを知ってる。それは銀次に会っちまったからな。あいつは誰かを助けるために力を使いたいと言った。今度は誰かを助けるために俺のこの力を使いたい。傷つけるためじゃなくて。一緒にやれたら楽しいと思わない？ああ、面白いかもしれねえな。奪還屋をやると決めたとき誓ったんだよ。この力は誰かを守るために使うとな。感傷的ですね、御堂君。少々がっかりしましたよ。ブラッディーソード。本気で戦うつもりがないのなら消えていただきます。まあ待ちなって、見せてやるからよ、俺の本気ってやつを。ここでお前にやられちまっちゃ誰も守れねえからな。そのものわしき命運突き果てるまでアスクレピオスを宿すものない。おお、くらえ、その毒蛇の牙を持って。よしな、ジャッカル、もう勝負はついてるよ。てめえの負けだ。ここは無限城、現実とバーチャルが入り混じってる。ここでの勝敗はその精神力で決まる。忘れてねえか、俺はこの無限城で雷帝に勝った男だぜ。そうでしたね。ここはあなたにとっても最適な戦いの場所でした。さてと、お前の相手はここまでだ。とどめを刺しておかなければ私はあなたたちを追い続けますよ。そん時は
また倒すだけだよ。本当に楽しい方だ。またお会いしましょう、御堂君。会いたかねえな。